バスケ見ようぜ BJ TV。 こんにちは、週刊 BJ TV ニュース、今週も始まりました。まずは皆さんに一つご報告があります。大阪のリン・ワシントン選手が、大麻取締法違反、営利目的輸入ということで、逮捕ということは以前にもお伝えしましたけれども、不起訴処分ということで、今回なりましたので、そちらご報告をさせていただきます。まあ、ただですね、これを機に BJ リーグ、今後もですね、薬物問題というところは厳しく対応していきたいと思っておりますので、これからもブースターの皆さんに安心して見ていただけるようなリーグを目指してやっていきますので、よろしくお願いいたします。さて、ということで、はい、無事一つ林選手が釈放されたということですが、状況の方は、成績の方はかなりまだ安心できない。そうですね、ブースターの皆さんは安心して、もう有明行きの切符買ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、まあ、安心して見てられるような勝敗では今のところないかなと。混戦続いてます。そんな中で上位対決の天王山、浜松、秋田で浜松が連勝しましたね。そうですね、浜松はきっちり2つ勝ってですね、これで5ゲーム差ですか。なので、まあ、ちょっと浜松の優勝見えてきたかなというふうに思います。まあ、ホームのプレーオフ開催はもう決定しましたけれども、優勝というのがかなり見えてきたんじゃないかなと思いますね。一方、その頃沖縄ではそうですね、こちらも正直勝ってればですね、そろそろ優勝というのが見えてくるかなと思っていたんですけれども、京都に連敗ということで、まあ、この結果はちょっとびっくりしましたね。京都もね、一時期はものすごい勢いが止まっちゃったかななんて思ってたところで、そうですね、ずっと連勝が続いてて、一旦お休みっていう感じになっていたので、まあ、プレーオフに向けてどうなのかなというふうに思ってたんですけれども、ここでの連勝っていうのはちょっとチームにとっても大きいんじゃないですかね。そうですね、一気にこう首位戦線まで見えてくるようなね。そうですね、5ゲーム差ですか、首位まではまだ5ゲーム差ありますけれども、まあ、残りゲーム差を考えれば不可能ではない数字かなと思いますので、今週宮崎との対戦ですかね。宮崎も先週はですね、大阪に1勝1敗ということで、強豪チームにも引けを取らない戦いを最近見せてますので。そうなんだよね、宮崎が意外と大物食いとするんだよね。そうですね、宮崎大分という、まあ、7位8位ですけれど、その2つが今すごく強いので、西のチームたちはドキドキしてるところじゃないでしょうかね。東のチームはね、3位、4位、5位、6位、そのあたりがやっぱごちゃごちゃっとなってるから。そうですね、まあ、新潟もちょっと連敗をしてしまいましたし、まあ、他のチームも1勝1敗ということで、ちょっとここから今抜け出すチームが出てきてないかなという印象ですので、まあ、その間に長野、ちょっと6ゲーム空いてますので厳しいとは思うんですけれども、少しずつ詰めていければなというところではないでしょうか。諦めたら終わりよってやつよね。そうですね、諦めたらそこで試合終了ってやつですので、そんなこと言っちゃって大丈夫なのか分からないですけど、はい、一部年齢層の高いバスケファンには一部引用させていただきました、はい、さあ、今週の見どころではございますが、その前に江島君、今日やけにピシッと格好。そうですね、今日ちょっと始まって以来のちゃんとした格好で臨まさせていただきましたが、今、中学生向けの BJ リーグカップという大会をやってまして、まあ、そこで、私 BJ リーグアカデミーというですね、ところの理事をやってましてですね、すごい理事の挨拶ということで、ちょっと朝行ってまいりましたので、ちょっと今日はちゃんとした格好で臨まさせていただいております。理事に対してこれまでの暴行を扱ういえいえ、もうこんな理事の挨拶でいいのかなと思ったんですけれども、態度を改めたいと思います。中学生たちは非常に頑張ってました。長野チームなんかは GM なんかも来ててですね、非常に地域の協力してくれてるんですよなんて話もしてましたけれども、各地域の強いチーム集まってきてるので、まあ、その結果も楽しみだなというふうに思ってます。日程的には、今日明日明後日、まあ、今日火曜日、これ撮ってるのは火曜日なんですけど、火水木の3日間で行われて、まあ、優勝したチームは海外遠征を今予定をしてますので、はい、まあ、もう選手たちも頑張ってましたね。まあ、ああいう、ね、若い選手たちが頑張ってるのを見ると、我々もこう頑張らなきゃなという気にさせていただきました。さあ、そして頑張らなきゃいけない今週の試合、
そうですね、楽しみなのは西の上位対決、まあ、滋賀対福岡であるとか、まあ、先ほど言った京都宮崎であるとか、あ、結構調子のいいチーム同士の試合がありますので、まあ、そこはちょっと楽しみかなというふうに思いますね。そしてその試合がスマホで見れると。そうですね、 BJTV の方でスマホで見れるサービスを始まりましたので、今はトライアルという形ですけれども、ぜひこの機会にですね、スマホで BJTV を見ていただけると、またそれも楽しみなんじゃないでしょうか。便利ですよね。レサーとかでも見れますからね。やっぱ私もあのファミレスでちょっと見たりとかですねあの便利だなと思って見させていただきましたけれども、皆さんもぜひ一度試していただければと思います。そんな感じで4月いよいよシーズン終盤に差し掛かったところでございますので、はい、皆さんチェックをよろしくお願いいたします。ぜひ BJTV でご覧になってください。今日は外は暴風雨でございますが、はい、今日は清掃でお届けしておりますので、暴風雨で新しいスーツが雨に濡れないように気をつけながら帰りたいと思います。皆さんもお気をつけて、はい、今週の松を楽しみによろしくお願いします、はい、ありがとうございました。